コブラコブラ本項目、コブラでは、寺沢武一の SF 漫画、コブラを原作としたアニメ作品について解説する。解説する作品は、以下の通り。100分の劇場用アニメ映画として、1982年7月3日公開。日本の劇場アニメ初の4チャンネルドルビーサラウンドを使用した作品。また特殊資格効果。 立体 3D 方式を採用している。DVD カジのタイトルは、スペースアドベンチャーコブラ。ストーリーは、左腕にサイコガンを持つ海賊コブラが第七、銀河崩壊をもくろむ海賊ギルドの陰謀を阻止するべく幻の惑星ミロスへ向かう、というもので、原作の、姿勢の女、黄金の扉両編をベースにした、劇場版オリジナルストーリーとなっており、クライマックスは、 惑星ミロスでのコブラとクリスタルボーイの対決シーンである。原作ではコブラのサイコガンは義手である左腕を外すと中から現れるが本作では左腕が輝いてサイコガンに変形する。また原作のロイヤル三姉妹を元にしたキャラクターとしてフラワー三姉妹が登場。彼女たちはミロス星の最後の女王の娘という設定でドミニクが次女 キャサリンが末、妹ということになっている。三姉妹に入れ墨はなく、生まれた時は一つだった肉体が三つに分けられ、三人が同じ男を愛して、再び一つの肉体になるか、二人が死に一人が生き残ることで次の女王となるという設定になっている。それ以外のキャラクターでも、ギルド側の参加組織スノーゴリラが、 ドゥル,ルージュシ解放戦線と名乗って、コブラとドミニクに味方したり、原作のキャラクターと同盟のところという人物が登場するが、その様子、設定は全く別のものとなっていて、フラワー3姉妹を見守ってきたミロスシのコンピューターで、あるなど、キャラクター設定も大幅に異なる。配給収入は3億円。ビデオ及び DVD でソフト化された際に、 英語版パイロットフィルムが収録された。また、本作の予告編はこのパイロット版の映像を一部、使用して制作されている。上記2曲ともに作詞、千秋哲也、作曲、鈴木貴三郎、編曲、庄司治治劇場作品、スペースアドベンチャーコブラ公開後に放送された、TV アニメ第一作。 1982年10月7日から1983年5月19日までフジテレビ系で全31話が放送された。現在のところフジテレビで放送された最後の東京ムービー単独制作アニメである。ストーリーの骨格はほぼ原作に忠実だが登場人物や物語の展開に大幅な脚色が加えられている部分がある。 例えば、ドミニクは、原作版では、ロイヤル家の三女だが、アニメ版では長女になっているほか、姉妹の絆を強く打ち出した演出などが加えられた。指導の刑務所が宇宙船となっているなど、劇場版の設定を踏襲している部分もある。t v アニメは低年齢視聴者が見ることもあり、原作者、寺沢武一の作風の特徴である、ニック感的なエドシーンについては、 それなりの配慮がなされ、エロティシズムより、アクションが強調されている。とはいえ、女性キャラクターのボンデージュ風のファッションまでが、なくなっているわけではない。本作も劇場版と、同じく監督画でさきみであり、トメ絵による技法が多く使われている。各回の前半パートと後半パートの最後は、原作とは異なる、荒々しいタッチのトメ絵になっている。作画は、動きが優先され、 原作の緻密な画風とは異なったものとなっている。コブラの乗る高性能宇宙船、タートル号も、ガング化を前提としたデザインに変更されることとなった。その結果当時流行した合体変形ロボットアニメや前年発売のヒットガング、ルービックスネークの影響もあり、蛇のように変形するというギミックが盛り込まれた。このギミックは、結局のところ、 原作に忠実なストーリーにはあまり絡まないものとなったが、原作における走行兵員輸送車や不評戦闘車などの軍用車両のデザインを踏襲した無骨なものとは一風違ったものとなっている。また、コブラが使用するエアーバイクやコブラの敵、海賊ギルドが使用するメカもアニメ版オリジナルのものが多数登場している。海賊ギルド戦闘員のコスチュームも、 黄色い縦紙のついたマスクと青い戦闘服というアニメ版のオリジナルデザインとなっている。これらアニメ版オリジナルのデザインの一部は後に原作にも登場し、ギルド戦闘員のコスチュームやギルドの戦闘機、ヘルキャットとして登場している。コブラのキャストには、もともと原作者の寺沢は、クリント・イーストウッドの吹き替えを担当していた山田康草をイメージして描いていたことから、 寺沢は山田を希望していたが、同じ東京ムービー作品である、ルパン三世とイメージが重複するという理由で、野沢那智が担当した。なお、両者は、同じ俳優の吹き替えや、同じ役を機替えをことにして演じている作品が多い。山田によるコブラも後に、ゲームで実現している。テーマ曲、エンディング曲は、ルパン三世の王の雄二が起用されている。一方、 BGM は、羽田健太郎が担当し、セルゲイ・プロコフィエフの、トッカータやドボレザークの、新世界よりからの引用も見られる。また、同時期に放送され、羽田が音楽を担当していた、テレビドラマ、西部警察パート2からの流用も見られた。過去に、アニマックスや ATX、フジテレビ721などで再放送されたことがある。 富士系列の地方局でもシニアに再放送されていた。また、2011年にはニコニコ動画で始まった、ニコニコアニメ名作劇場配信作品の一つとして、有料配信されている。この他2018年10月21日から同年10月25日まで5回に、わたって、YouTube の、週刊少年ジャンプ総刊50周年公式チャンネル、より、第5話までが配信。 そして2019年5月17日より、同じく YouTube のトムスアニメ55周年公式チャンネルから、スペースコブラ男という名のコレクションと銘打って、第1.36話が配信されている。また同チャンネルからは2019年5月29日より、戦術の劇場版の OPED と、本編の一部が配信されている。次回予告はコブラが行い、最後は彼の次回、 〇〇でまた青のセリフで締める。ガングは、かつてのポピーから、メイン商品のタートル号が、デラックスコブラタートルの名称で出たほか、サイコガンなどのガングや LCD ゲーム、スペースコブラプロフェッショナルが発売された。本作関連ガングにおいて、ひときわ異彩を放ったのは、この当時ポピーが、意欲的に展開していた、マシンロボのブランド名を監視ながら、本作関連アイテムでもあった。 マシンロボデラックスサイコロイドが発売された。2005年12月23日には本、テレビシリーズ前話と戦術の劇場版を収録した DVD ボックススペースアドベンチャーコブラ DVD ザ・タートルゴーボックスが発売された。タートルゴーをモチーフにした特製 DVD ボックスのほか、オリジナルフィギュアなどが同梱されている。2008年8月29日 新アニメシリーズの開始に合わせて、本、テレビシリーズ8枚と劇場版が単品で、再リリースされた。フジテレビの木曜日19時19時30分枠は、ローカルセールス枠扱いだったため、遅れネット、未放送となった、系列曲も、少なくない。逆に、他系列で本作を放送したつぼねもいくつかあった。放送日時は1983年5月終了時点。 放送系列は当時のものとする。コブラ生還30周年記念企画として、2008年6月24日、東京都内で制作発表会が行われた。制作発表会では、これまで映像化されていないエピソードから第1弾として、ザサイコガン、第2弾として、ダイムドライブ、第3弾として、6人の勇士を8月より、 新作アニメとして発表していくことが会見で明らかにされた。この発表会には、原作者の寺沢武一主人公、コブラ役の野沢なち、主題歌を担当する松崎茂のほか、応援団長として、コブラの大ファンと自称する芸人の剣道小林らが出席した。TV 版、スペースコブラ終了から25年ぶりのアニメ化。コブラ、レディアには、 TV 版と同じく野沢那智、坂木原良子を起用。原作で映像化されていないエピソードのうち、ザサイコガンを全4巻で、タイムドライブを全2巻で制作、DVD でリリース。発売、販売元はハッピネット。後にアニマックスでも放送された。キャストスタッフ主題歌 TV シリーズ第2作。OVA 終了後に TV シリーズとして、 6人の勇士が2009年7月5日より BS11 にて放送予定だったが、急遽放送が延期。結局、6人の勇士の映像化は実現せず、放映開始は2010年1月2日となった。また、当初は TB シリーズ第一作、スペース・コブラの出崎ミが監督、鈴木誠二が音楽監督を務める予定だったが、 出先の肺がん治療に伴い両者は交番し、OVA からキャラクターデザインを担当している、清水恵美像が監督を兼任する形で登板。アニメーションプロデューサーには出先の兄である、井出崎明が起用され、コブラの声は OVA タイムドライブではかりし、日のコブラの声を担当した内田直也に変更された。これは、全民の野沢なちが、 がん治療のために交番をしているためである。なお、野沢は放送終了から約7ヶ月後の同年10月30日に、出先は翌2011年4月17日にそれぞれ死去した。原作をほぼ忠実に再現しているが、アニメオリジナルシーンもある。また、本編終了後には、マリエとパペットマペットのラブ、ラブコブラというミニコーナーが設けられていた。 2010年5月28日からキッズステーションでも再放送されている。ただし前述のラブ、ラブコブラは肖像権上の影響でカットされている。スタッフ主題価格はリストこの記事は以下のカテゴリーでも参照できます。コブラスペースアドベンチャーに関するカテゴリー、スペースコブラに関するカテゴリー、コブラザアニメーションに関するカテゴリー。ありがとうございます。